ここから一番東急線内でアクロバットな区間で、東横線は高架区間を走りまして、目黒線は一旦地上に降りて、元住吉の車両基地へ行く分岐の線路を越えて、また地上から高架に上がってくるという、上がって下がるジェットコースターみたいな区間になっています。実物もこうした配置になっております。で、元住吉にはこちら、スクリーンの真正面は元住吉の車両基地、定着となっております。東急線の沿線車の力持ち、トークアイなど、珍しい車両も止まっています。何か青い旧シートみたいな車両も止まっていますが、なんでしょうね。そして、こちらに日吉駅がございます。日吉駅、駅ビルを再現しています。なんかビー玉みたいなのが置いてありますが、ね、実物もあのコンコースのところに、光る玉が置いてあります。元住吉から分岐がありまして、横浜、こちらが元町中華街です。そして分岐した先には新横浜、最近できました東急新横浜線です。新横浜から先は会社が変わりまして相鉄線となります。なお、私たちの展示も東急線と相鉄線で運転士が分かれまして、ここで乗務員交代をしながら列車をつないでいきます。こちら側が相鉄線の始発横浜駅、横浜国田駅からは JR 線分岐しまして新宿駅もございます。 JR の車両もこちらの模型の中を走りますので、あんまり本数は多くないですが、走ってたら見てあげてください。そしてこちらが西谷です。西谷から相鉄本線と新横浜線が合流しまして、ここから1回複線区間になって、真ん中に引き上げ線があります。ここだけ複線です。ここまでずっと複線なんですけど、でここで二俣川で分岐しまして、一方は海老名、一方は、湘南台と分かれております。海老名の方にはモヤと呼ばれています黄色いケース、事業用の車両などが止まっていますし、ここから相鉄の電車が動き出しますので、その様子もお楽しみいただければと思います。また湘南台には、光栄号が止まっております。この電車東急の車両ですので、きっとこのまま、朝の始発がその後の電車として渋谷の方に行くと思います。各列車の種別は、電車の屋根、エアコンの横に置いてあります種別が貼ってありますので、その電車がどんな運用をするか、そこでご覧いただけるようになっております。模型の時間まもなく4時30分です。始発電車は元住吉ですとか、目黒、そして海老名などからも発車いたします。じゃあ94時出ますよ。よし、おなじみのドアの音が鳴りまして、朝5時になりまして、5時ぴったりに出ます電車がそれぞれ動いております。東急線内は新横浜から日吉方面へ、また元住吉から各駅電車がそれぞれ元町中華街と渋谷に向けて動き出しました。目黒線からも始発電車、白金高輪から出てきます電車がまもなく目黒に入ります。奥沢からも奥沢始発上り下りが動いております。続いて元住吉からも車両基地から出てくる回送電車が日吉に向けて動いてきます。東急東横線内は急行となります。今回は平日のダイヤで再現しておりますので、列車の本数がこれから増えてきます。平日朝の通勤たちに向けて、車庫から続々と列車が出庫していきます。今後元住吉駅からは3本の電車が出てきますので、元住吉検車から出発する電車の動きもお楽しみください。始発電車から全ての電車がダイヤ通り動き出しております。模型の時間は間もなく朝の7時です。電車の本数が増えてまいります。
私たちの展示はいろんな見方ができまして、例えば見どころとしてはしましては、車庫から電車が出てくる元住吉をご覧いただくのも良いですし、一番電車の本数が多いのは、田園調布と武蔵小杉の間の多摩川の橋のあたり、ここは目黒線と東横線の電車が並走し、追いかけっこをするような動き方もしてますので楽しめると思います。また、マニアックなところでは新横浜駅で東急の運転士から相鉄の運転士へ、乗務員交代する様子も、楽しめるかなと思います。また進行の動きもぜひ、見ていただきたいポイントです。皆様がご存知の通り、東急東横線は車内進行式 ATC で制御されております。逆に相鉄の方は昔ながらの JR と同じ、ATS 地上進行機、自動進行機等の、地上の進行の指示に従って動いております。ですので私たちの展示も東急線内は ATC の、リピーターの点灯のようなものを取り付けまして、実際にこれは軌道回路を読んで前の電車が変速から抜けたら電気がつく、そういった仕組みで、列車の衝突などを防いでおります。また相鉄線内は、実物の鉄道と同じように赤、青、黄色の3色の進行機が、動作をしています。また一部区間では、YG、減速進行など、実物と同じように、制限速度の違う進行を表示するなど、列車の密度を高めつつ、同じ変速に2個の電車が入るという危険なことがないようにコントロールをしております。また非常にマニアックなところではございますが、東急線内一部の区間、私たちの展示では PRC という、列車の、台線を検知しながら、その電車がどこ行きかを判断し、自動でポイントを切り替えていくというコントロールをしています。皆様がご自宅で鉄道模型で遊ばれる際は、ご自分の手でカチャカチャとポイントを切り替えながら列車の制御をしているかと思いますが、私たちの展示はコンピューターが列車の動きを感知し、それに合わせて自動でポイントを切り替えるような動きをしております。マニアックな情報をより詳しく知りたい方は RFC のホームページや SNS をご覧ください。私たちは NPO 法人の集まりでして、ホビーセンター課長のスタッフではございません。それぞれ本業で、様々な技術を持つ者が集まり、列車の運行を模型で再現することで、取り組んでおります。鉄道模型を使った公共交通の活性化を目的とした集まりで、こちらのホビーセンター加藤の他にも、例えば鉄道博物館ですとか、次回は秩父鉄道様の広瀬川が車両基地での展示など、さまざまな鉄道会社や関係各社との協力関係の中で運転を行っております。こちらの展示も実は前回の昨年の東急電車祭り、車両工場の中で展示していまして、こちらも展示を行った内容をよりブラッシュアップして、ホビーセンター加藤での展示につなげております。現在上り下り全ての電車がダイヤ通り動いています。電車は運転士さんがそれぞれ進行機や手元のスタッフ各社によって呼び方が変わります。航路表を見ながら運転をしています。よく自動運転だというふうに勘違いをされる方がございますが、こちらすべて運転士さんが実物の鉄道と同じように時間と信号を見ながら運転をしています。それらの列車の動きを監視するのが輸送指令です。実物の鉄道会社も各社に車両、指令所というのがありまして、新幹線大和号などでは有名になりましたけれども、列車の運行を管理する人が私たちも仕事を分担しています。現在は東急相鉄ともダイヤ通り動いていますので、司令さんたちは穏やかに過ごしていますが、これ片方のダイヤが乱れますと乗務員交代などで運転士が来てないなど、実物にもあり得る障害が発生します。それをできるだけ収縮し、列車の乱れを元に戻すための仕事を司令さんはやっています。次、二股が列車4番。その他にも
列車の運行を管理するコンピューターや信号機の動作は電気担当、電気の技術者がおりまして、その人間で、こちらの管理を行っております。線路の状態は施設部担当で、そして車両もそれぞれ車両屋さんが仕事を分け合ってやっております。実物の鉄道と同じように動かすためには、団体の、組織構成も実物の鉄道と同じようにするのが一番効率的ということで、この形になりました。私たちは2001、2年ぐらいに、こうしたダイヤ運転の展示を始めまして、今年で22年を迎えます。一般的な鉄道模型は電圧のコントロールすることで列車の速度を変えて動かしますが、私たちの模型は DCC という複数の列車を線路に走る信号を操作することで制御する仕組みを導入しております。これにより前を走る各駅停車を後続の急行や特急が追い抜くなど、実物と同じような複雑な運行体系を模型で再現しております。実際こうやって見ていただきますと、元住吉で前を走る各駅停車を後続の F ライダーが追い抜くなど、実物と同じような環境接続をとって動かしております。